俺がうまくいってないのは全部デフレのせいだなんて言ったら人生終わり、終わりの始まり、終わりの始まりの始まり始まり。モニュメンタルワークスの提供でお送りするオアハジは、終わりから始まる摩訶不思議アドベンチャーチャンネル。ヤンさん、リュウちゃんは流行りの風邪をひいてしまった深谷くんを置き去りにして終わりを駆け巡ります。さてさてさて、やってきたぞ、犬山に登場だ。片っ端から食べ歩くぞ。いや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 、食べ歩きの旅じゃないよ。今回は犬山祭の撮影の下見だからね。みこしの動線や城下町の様子をバッチリガッチリチェックしていくよ。でもせっかく来たんだもの。そうよね、食べに行かないか。え、でもそんな。いいだろう、ちょっとだけじゃないか。え、恥ずかしい。昔から言うじゃないか、食べねば町は分からずさ。いや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 、今思いつきました。ありです。あり悲しかってたらありです。あり口です。というわけで、噂に名高い個性派スムージーのジューススタンドへ。さあさあ、久々のオアハジレギュラー放送のスタートだ。アクション。とんでもない。すいません、こちらこそ。ありがとうございます。犬山城下町入り口、本町に構えるスワンズカフェさん。地元の食材を使用したスムージーのお店。お、僕も混ぜてよ。みんな一つになったら気持ちいいよ。人類食材計画を実行しようよ。え、なんで、なんで僕は入れてくれないの。スムージーにつけるハーブみたいなもん。おっと、話が遠回りしちゃった。世界が俺を一回り。話を戻すよ。店長の松本さんは犬山とスムージーをこよなく愛するナイスガイ。キャッチフレーズは犬山愛が止まらない。今決めました。ありでしょ。ありあり口です。店内を見渡すと、なんともおしゃれ。ああ、おしゃれだよ。おしゃれが流れ込んでくるようだよ。どこをとってもおしゃれ。僕をとって、さあ早く早く早く、バッテリー切れちゃうよ。俺のバッテリーがね。これからのシーズンに、ね、おすすめしたいのがね、これ載ってるんですが、うんうん、みかんグラニータっていうのがありまして、うん、みかんを丸々2個使ってスムージーよりもちょっと柔らかめにして、うん、飲むシャーベットみたいな感じで。やばい。オフシーズンでもあれありますかって言われて、まあ、でもね、ちょうど今、はい、なんとここあるんですか。あるんですか。見てください、これ。これね、稲山で採れた。おー、この美味しいみかん、これ。おー、素晴らしい。はい、どうぞ。あ、どうも。これがね、ちょっと、うん、美味しい。めちゃくちゃ甘くないですか。甘い、うん、甘い。グラニータに仕上げていくっていう風ですね。これが大変これからの季節、うん、超大人気ドリンクですね。うん、はい、じゃあそれでいきますか。はい、みかんグラニータお願いします。じゃあちょっと待ちくださいね。店長のこだわりは地産地消。いや、このみかんも地元の農家さんと提携して仕入れているんだって。いや、犬山愛から来てるってやつです。イエーイ。そして使用しているのは魔法の粉きびとシュガーヘイ。さじ加減、うんうん、まあ、美味しく美味しくない感じ。あ、なるほど。そこがデザインできる、ね、そうですね。それもまさにデザイン。ここによく見てください。これブレンドのマシンですけど、ブレンドテック、ザ・アート・オブ・ブレンディングって書いてある。大好き。もうこの大好きなんですよ。僕は共鳴したと。共鳴した。だからね、大好きなんですよ。ブレンドで作る、ブレンダーで作るジュースって。へぇー。回していきます。アートの瞬間ですね。アートの瞬間です。お。サジですな。サジ加減。サジです。これがサジ加減。こんな程度の砂糖が入れるか入れないかが肝、はい、これが肝なの。なんでかっていうと、最後までうまいって言わせたいんだよ。あ、なくなっちゃった。なくなっちゃった。これがハートブレンディングです。で、じゃあ盛り付けていきますね。このスプーンも足しまして、はい、足しました。ありがとうございます。みかんのグラニータ丸々2個分のみかん入ってますね。めっちゃ贅沢。うん、うん、美味しいですね。絶妙なこの甘さ、甘すぎないんで、なんかどんどんあれですね、次食べたいっていう。あ、アクセサリーもやられてるんですね。あ、そうそうそう、僕のブランドですこれ。やっぱりあの素材とそのデザインとで、はい、やっぱこれあの和装でも洋装でも、あの、でオフィシャルなとこでもカジュアルでも合わせられるっていう。確かに天才的な。そうですね。本当ですよね。ちなみにこれがね、まさにこの和服に、犬山って今着物をレンタルできるもんですから、そういったデザインもちょっと使ってちょっとつけてもらえたらいいなと思う。まあ、僕アートがすごい好きで、自分のそのセンスを皆さんに喜んでもらって、それでお金を得るのが夢だったので、うんうんうん、そういう風に
生きてますけど、まあ正直言っていいですか、はい、生きるのは難しいですなので、皆さんぜひともね、はい、ガンガン飲みに来ていただきたい、乾杯と犬山祭りの日はね、ここがメイン会場になってるんで、どんでんっていう山がこうガンと男勢がガッと回転させるんです。ここがここですよね。この交差点がまさに、ね、これはあっち行くんです。よいしょ、はい、あの今回あの役男なんで、そうなんですよ、僕役年で4月はその白装束でっていうのも参加させてもらえるんですよ、あのこれをこれをね、はい、ちなみにちょっと犬山城のうんちく一つだけ、犬山城の天守閣は日本最古の天守閣と言われてるわけなんですけど、河原の角っこ、うん、よーく見ると桃の形をしたですね、河原、うんうん、のようなものがある。犬山はもちろん桃が取れるんですけど、うんうん、実は大昔から桃は魔除けとされてきた、うんうんうん、邪気を払う、邪気を払う、だから邪気を、ね、天守閣で払う、行きます今から行きましょう。とりあえずそういうね、あの観光が見どころがたくさん犬山にはありますので、うんうんうん、まあ、そういったところもねちょっと楽しみながらね、うん、犬山大好き松本さん、そんなわけでさまざまな犬山スポットを教えてもらいましたよ。おわはじでも今後犬山の観光スポットを協力プッシュしていきますから、皆さん乞うご期待。おしゃれな二人、腰をフリフリ、こだわりのスムーズ、片手に何気にスプーン手渡すとき疲れる、やっぱり傷つくアヒル、気持ちはニヒル。